肝試し。大学生の T さんがサークルのメンバーと合宿に行った時の話である。夜、肝試しをしようと意見がまとまった。近くの山に長い石段を登る古い神社がある。男女ペアを組んで順番にその石段を登って頂上のお社の前に小石を置いて帰るという他愛のないものだ。早速ペアを決め、順番をくじで決めたが、 T さん一人だけ余ってしまった。いいよ、俺一人で大丈夫だから、と内心怖いくせに女の子たちがいる手前虚勢を張った。しかもくじでは一番最後というので、また嫌なことが重なった。日が暮れた頃、一組目が恐る恐る手を取り合って神社へ向かった。一方、脅し役というのがいて、石段の周りの雑木林や藪の中に潜んでいて、女の子を脅かしたりする。さて、いよいよ最後、T さんの番になった。行ってくるぞ、と胸を張って一人で暗がりの長い石段を登ってゆく。中ほどまで登った頃、コロコロコロッと小石が足元を転がってきた。一瞬ビクッとしたが、ああ、脅し役の奴らが脅かしているつもりだな、と、周りに友人たちがいると思うと、かえって勇気が湧いてきた。足取りを早めて、なおも石段を登っていくと、周りの雑木林が、ざわざわと騒々しくなり、あたりからピュンピュンと小石が飛んでくる。それがお社に近づくにつれ増えてきて、とうとう T さんの体に当たるようになる。何も当てることはないだろう、と思いながら、ようやく石段を登りきり、お社の前に石を置いた。さて、帰ろう、と振り向いた。ああ！思わず声を上げると、さささっと子供たちは蜘蛛の子を散らすように両脇の林や藪の中に身を隠した。ああ、夢中で石段を駆け下りて仲間たちのところへ戻る。そして興奮した口調で今見たことを話した。するとみんなも大騒ぎになって合宿所へ逃げ帰った。
後でサークルのメンバーから聞いた話だ。実は T さんが石段を登り出した時、脅し役の仲間たちは全員引き上げていた。 T さんは最初から一人だった。